た。こんにちは。はい。さあ、ゆたかさん忘れてはいませんか。はい、何を唐突に忘れてはいませんかみたいな。以前、ゆたかさんの、はい、あの100分の1ってありましたよね。あったな。本家の方は、選手が選ぶベストオブそのポジションみたいな。そうだね。はい。で、その選手にトロフィーを渡しに行くみたいなものを、はい、我々の動画では、はい、ファンが選ぶ、うん、何分の1、まあ、その動画を撮ってるんだよね。前にね、以前撮っています。その動画のちょっと切り抜きをこちら、うん、そうです。あのファンの方に遊んでいただこうという企画です。はい、そうです。あの何に押して遊ぶかというと、はい、あのフジテレビのスパークの番組内で、はい、プロ野球選手現役選手100人が選ぶ1人という企画が毎年ありまして、はいはい、ファンの方が選ぶ1人ということで、はい、ちょっと皆さんと遊んでいきたいなと。これを例えばこう昨日 YouTube のこの概要欄とかあるじゃないですか、はい、ああいうところから投票できるような機能があるので、なるほど、そこから飛んでもらって、はい、1人をクリックするという、そうで、まあ、候補者が出てるっていうことだね。つまり候補者はもう豊さんに選んでいただきました、はい、でどの部門かっていうの6部門あるんですけど、はい、ということで、そうなんです、はい、その結果が出ました。結果が出た。結論から言いますと、はい、2778分の1、おお、2778名の方が結構いただいたね、はい、投票してくださいました。ありがとうございます。はい、で豊さんはどの部門のスペシャリストを集めたかというと、はい、うん、足部門、顔部門、顔部門、はい、スタイル部門、はい、とにかくスタイルがいいから、野生ワイルド部門、はい、守備守り部門、はい、打席でかっこいい、これ構えとか雰囲気ですね、はい、部門、はい、この6つをファンの方に投票してもらうと、あらかじめ豊さんがね、よく付き合ってくれたね、ファンも。本当ですよ。本当に豊さんがあらかじめその部門の豊さんがこう何名か出してくれてたんですよね、うんうん、この中から投票してください。またいない場合は書き込んでください、あなたが思う方を、はい、で現役 NPB 選手ですと言いました、はい、では発表していきたいと思います、はい。ファンが選ぶナンバーワン選手は誰だ、2022、2778分の1、はい、まずは足部門、はい、5位、はい、日本ハムの五十幡選手。お、5位なんだ。はい、5位です、はい、これ 5.8% ということで、はい、まあ、4位の選手とももう僅差なんですけれども、はい、4位は千葉ロッテの高部選手。お、 7.6%。 高部が、はい、4位、はい、4位です。さあ、ここからはベスト3、はい、豊さん、このベスト3大体わかりますか。まあ、周東、はい、和田、はい、並木、うん、周東選手は当たってます。周東選手は1位です。ソフトバンクの周東選手が 30.2 と、やっぱ多いです。多かった。和田選手でもないです。並木でもない。並木選手でもない。あ、岡林。違います。これ盗塁を取りました。あ、近本だ。そうです、阪神の近本選手が2位で 22.1%。 で3位はファンファーレです。塩見。そうです、ヤクルトの塩見選手 11.3% ということで、周東選手でした。やっぱ周東選手、まあ周東の足はな、はい、うん、まあインパクト残るわな。ですよね、うん、でその他の書いてくださった部門で、はいはい、岡林選手、はい、それから阪神の熊谷選手、ソフトバンクの牧原選手が入ってきました、はい、これが足部門。なるほどね、まあ、これ走塁とか盗塁守備などを含めてということです。はいはい、続いて、はい、顔部門。はい、まあ、とにかく顔がいいということです。男前ってこと。男前です、はい、男前、何か入ってるでしょう、はい、まず5位、はい、私はこの選手が1位です。私の中での柳田。違います。違う。ちなみに柳田選手入っていません。おお、そう、はいはい、ソフトバンクのバンド。そう、バンド投手です。5位なんだよな。5位なんだ。8.4。いや、まだ認知度っていうことだよね。うん、そこですかね。4位、オリックスの山本由伸投手 9.7%。 はい、まあ、男前だよね。そうですね、はい、さあ、ここからベスト3、ゆたかさん、はい、3名、3名、はい、ポンポンポンって言ってる。柳田。いや、柳田選手入ってない。入ってないんだ。じゃあ、うん、桑原上げてましたもんね、ゆたかさん。確かダメなの。ダメでした、残念残念。あ、小林。そうです、3位が我らが小林選手ですよ。我らになってるんだ。もう我らが我らね、はい、小林選手が3位、はい、10.2%、はい、2位です栗山。入ってない。入ってもないんですよ、ランク外なんです。誰だろうね。結婚されました最近。あ、森下。そうです、広島の森下投手 11.4%、はい、ということは1位は、1位誰なんだろうね。流行る。もうこれはね、これはもうスタイルもいいし顔もいい。やっぱ監督とか関係ない。監督入れてない。現役選手です。
スタイルもよく、あ、もうこれはもう男前、はい、あれこれ何話の主婦って言われる、あああれか、スイタの主婦だ、スイタの主婦、何だったっけ、あれちょっと待って、山崎、そうです、山崎総一郎の投手 13.3% で1位でした、顔部門で、その他では伊藤博美投手、はい、ああそうか、いやそうなんですね、そうなんでね、はい、またで熊谷選手、あと川端慎吾選手、ヤクルト、はい、ああまあ端正だよね、はい、あとやっぱ山岡投手ですね、オリックスの山岡ね、はい、バブリーな顔してるよね、ジャニーズと言われてますもんね、はいはい、さあ続いて、はい、スタイル部門、とにかくスタイルがいい、はい、まあ山崎総一郎入ってるよね、はい、もうトップです、あ1位か、1位です、1位、27.1% でこれダントツですね、やっぱり、はいはい、森下も入ってるじゃん、スタイル入ってないんです、ランク外です、あそう、はい、スタイルがいいといえばですよ、やっぱ高身長とか、まあそりゃそうだよ、比率がいいみたいな、坂本5位、ああそう、まあ、8%、 ちょっとランクが下になってるのはいろいろあったということもあると思うんですけど、はいはいはい、4位、はい、8.9% で坂本選手と近い、山田選手入ってない、入ってない、はい、投球フォームが綺麗です、私好きですね、西武から楽天に行きました、涌井、違う、まあ、そうなんですけど、ルートは一緒なんですけど、岸投手です、あー岸なー、いやスタイルいいですよ、あスタイルいいな、いい、はいはい、そして3位、豊さんがさっきから顔部門で名前を言っていた森下違うランク外なんですよ、顔はって言ってたんですけど、スタイル部門で入ってます、ギータです、あギータか、そうです、そうです、ソフトバンクで投げた、ね、はいはい、そして2位だけ出てないですよ、豊さん2位、でもね、身長190何センチ、甲子園でもバリバリ活躍しました、マー君違います、じゃない、違います、スタイル、スタイルは確かにいいなっていう、スタイルもですね、190、うん、以上あります、セリーグです、ああ、スタッフが分かった、え 190? はい190です、ピッチャーだな、はい、時々ちょっとあの濃厚になっちゃいます、濃厚になる一応海外志望です、セリーグ、セリーグ、パリーグじゃないの、セリーグです、いますよ、190以上です、もう大谷世代ですね、そう、党員です、豊さん、党員、大阪党員です、あ、藤波か、そうです、藤波投手です、あ、14% ということで、でその他ライデル・マルティネスわかんねえロッテの国吉投手、佐々木朗希投手、西武の金子、まあ、やっぱり高身長になるな、いやそうです、スタイルはね、そうなりますよね、はいはい、続いて野生ワイルド部門、はい、桑原3位、やっぱそうです、入ってますね、塩見選手はね、ランク外に入ってないんですよ、そう入ってない、はい、野生ワイルドといえば、まあ、桑原選手みたいにやっぱ野生にあふれて、ぴょん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 、はい、いいですね、大丈夫、岡林、違う、野生じゃないな、はい、もう野生で飛びつく、吉川入ってません、入ってない、今川、違います、ま、ランク外です、あ、万波、うん、ランク外です、もう飛びつくんですよ、あ、豊さんが言ってました、あ、菊池だ、そうです、5位が菊池選手、広島の、はいはい、で4位は多分出てこないと思います、オリックスの宗選手、なんで言っちゃうの、俺宗って言おうとしたら、本当ですか、うそですよねで3位が桑原選手、はい、さそして2位ワイルド、さワイルドです、セリーグパリーグどっち、パリーグに移りました、ワイルドですよ、この選手は、なので、あ、エゴシ、うん、そうです身体能力だけでなくエゴシ選手が2位、はいはい、で、1位は言ったじゃん、あ、柳田選手、うん、あ、言ってない、言ってないですよね、桑原選手だったの、あ、野生的か、そうなんですよね、柳田選手をスマートさがね、出てきますけど ね、 ね、で、その他、はい、皆さん書いたのは中田翔選手、あ、中田翔、ね、佐藤輝明選手、はいはいはい、ポンセ、どこ、どこの、あの太陽の昔の構成ではないです、はいはい、から日賀、あ、日賀ね、はい、からラオウ、ね、はい、から DNA の宮崎選手、はい、っていうあたりが、ちょ、そうですね、なんかひげがあったりとか、まあ、野生にっていうことでしょうね、さ、続いて、はい、守備、守り部門、はい、なんか急にあれですね、容姿から守備に行きましたね、守り部門が何、はい、上手い人、そうです、それは源田、はい、1位です、 32% ダメージ、4位、そうです、7点、それでも4位なんだ、4位なんですよ、坂本、菊池、それ適当に上げて、いやいやいや、坂本選手はもうやっぱり怪我もあったので入ってないです、で、そうです、菊池選手に、ここ、ポンポン出てきますね、あと京田、京田選手はね、うん、
ゴールデングラブ取ってます。長岡違います。入ってないよね、はい、セリウでゴールデングラブ。岡林、そうです、岡林選手6位、 6.1。 もう一選手もゴールデングラブ取りました。それは取るよね、はい、そのぐらいの選手はね、はい、セリーグ。村上、村上選手はゴールデングラブは取ってない、はい、これベスト9を取ってるはずですね。近本、そうです、阪神の近本選手5位、はい、多分ね3位は豊さん、これ言われてあーってなります。セリーグパリーグ、セリーグです。あーってなる、なります。そうだよねって。豊さんもこの選手やっぱり守りで守備で押してたんで3位。何だ、桑原あ、ゴールデングラブ取ってないよね、はい、この選手ね、本当ファーストの守備本当にいいんだよ。中田翔、そうです、3位中田翔選手、やっぱ皆さん分かってらっしゃるんですよ ね、はい、でその他では辰巳選手、上川原選手、はいはい、後藤俊太選手、うん、梅野選手、エチバリア選手、なるほど、から矢地選手、はいはい、というのが出てきました、はい、最後です、はい、打席でかっこいい部門、はい、これ構えとか雰囲気、あ、まあそうだな、はい、もうこれはね、そりゃ1位は村上だよ。あのホームラン打った時の、うん、あれかっこいいですもんね。 22.3% で1位、それでも 22% なの。そうなんですよ、 50% 占めない、占めないんです。坂倉いや、それ豊さんやっぱ好きですもんね。いや、坂倉入らんか、入って県外です、入ってない。中田翔、入ってない、入ってない、入ってないです。牧、入ってない、入ってない、はい、ないです。これね、山川、ランクが入ってない。これ、2位から5位が 1,2,3 名野手、7名投手なんですよ。あ、西勇輝、西勇輝じゃない、西、あ、ジュニア、ジュニア選手の方です。打席でかっこいい、やっぱピッチャーで、そうだな、西ジュニア3位ですよ、すごい。これははい、はい、で、あと3人が野手、あと3人野手です。それは野手だよな、うん、山田哲人、そうです、5位山田哲人選手 9.4%、 あと2人、2位と4位です。2位と4位、うん、どっちもね、やっぱり、ね、ホームランバッターですね、うん、柳田、はい、4位が柳田選手、そして2位、雰囲気かっこいい、浅村、違います、まあでもパリーグです。あ、吉田正尚、そうです、オリックスの吉田正尚選手が、ね、吉田正尚かっこいいよね、はい、小柄なんですけどやっぱマッチョマン、うん、私あのホームランのね、フックスイングとかもいいですもんね、うん、でその他、はい、森友哉選手、お、はい、から栗山選手、あ、栗山ね、大山選手、大山、はい、でロッテの藤原選手、あ、日本ハムの今川選手、うん、から大野、もう一回言ってみ、日本ハムの今川選手、え、聞こえませんでした日本ハムの今川選手、喜び、喜びますね今川選手から太田大志選手、はい、からオースティン、あ、オースティンな、はい、かっこいいということで、うん、まあ、こういった部門のね投票結果になりましたが、はいはい、一応補足として、はい、6部門すべてにポランコと投票した人2人、どっから記者ですかね、ちょっとな、それ困るな、ここにもいましたね、いたな、いましたね、うん、ということで、まあ、2778分の1、はいはい、はい、ね、まあ、ちょっと真面目なこともやってみたいよね今度。あ、本当に構えとかもいいし守備とかもいいけど、はいはい、顔なんかどうでもいいよな顔も大事ですけど、ね、まあ大事だけどね、またね、この部分をね、はい、ちょっと何かやりたいですね、そうだな、はい、はい。